後ほどふるさとに帰ったら、1980年11月の今も生まれてないな。都会の湿った風、三河笑いの隣で寂しく寂しく8時に来るっていうね、止まってました。元気になるから昨日ね、一緒に見に行く。これちょっと裏通りだろうか、疲れたんだろう、なんか無理やがって、同じ通りとみんなが行くと忘れた街で、君じゃないとどこまで会わない最終窓に汚れた涙顔、君と出会い、そして別れて、また寂しさに出会う。カバン枕にして寝てるのか、女の子いっぱい寝てるもんだ。お嬢さんパンって丸見えてるんだよ。いいの噛まないで。お嬢さんって本物だと。いやいや、もうそういう時はもう女性超えてるからね。ね、今朝21日は何時からでしょ。季節に、ああ、いや、ヒレヒレの手紙は、こうやって思いも、そう、食べてらっしゃる。初めてくらいたまにね、彼の言葉甘いな。ふわふわわらこの街で暮らしてる、ふるさと離れて、君から遠く離れて、終わりに変わらぬ心が知る人はそれを願うし、君と出会い、そして別れ、また寂しさに出会う、そして別れて、また寂しさに出会う。幼なじみの本を送るまで、懐かしいあの街へ久々にドライブ、夕日が地平に
いや、よしさん。よしちゃん。ちゃん、自分でちゃん。やよいちゃん。だって誰も呼んでくれないから。今日からみんなでやよいちゃんって呼ぶよ。